ガオー浜田山、ドラノコ不動産です。こんばんは。私の声が期待と違っていたらごめんなさい。でも大丈夫。きっとうまくいくわ。この前はスープの気分だったので、一軒目は韓国料理屋で鍋料理、二軒目はラーメン、それからもつ鍋で、またちぎ鍋、タイ料理にインド料理と一日かけたら、 世界一周できちゃうみたいです。収入の8割は食品に消えます。それでもこのスタイルを維持できる理由は、代謝はいいんですよ。食べたら結構早くトイレに行きたくなるんですと。大学生になって外食が増えて、友達のランチに行ったら食べないわけにいかないですよね。食べたらすごく美味しいんですよ。 今まで嫌っていた高カロリーの食べ物が、で、気がついたら好きなものを好きなだけ食べるようになっていました。今では高カロリーの方が美味しいと思いますよ、と言うまでになり、好きなものを聞かれたら、油って答えちゃいます。実はプライベートでは一日一食ですが、普通の一日一食ではありません。 店をはしごしながら好きなものを好きなだけ食べ続けての一食。ざっと5、6時間はかけています。それでは、お先に失礼します。